芸能人のご先祖戦国武将たち。自分のご先祖って実は戦国武将だったのではと思いを馳せる方も多いのでは。確かに武将と名のつく歴史上の人物はたくさんいますから、そう考えるのも不思議ではありません。例えば政界や芸能界を見回しても、元総理大臣の麻生太郎氏は大友氏に仕えた家臣の家系ですし、歌手で俳優の吉川晃司さんも毛利の稜線で知られた吉川元春のご子孫だったりします。そこで今回は芸能人に特定し、あの方のご先祖は戦国武将だったと題して何人かをご紹介してみましょう。俳優鶴見慎吾。演技派俳優として、また名バイプレイヤーとして活躍されている鶴見慎吾さんですが、この方のご先祖から紐解いていきましょう。まず父方のご先祖は武田信玄に仕えた鶴見則宗だとされ、武田家が滅亡した後は徳川家臣水野忠清に仕官したといいます。忠清といえば福山藩の祖として鬼日向の異名を取った水野勝成の弟にあたり、後に三河刈谷藩主として大名となった人物でした。後に水野家が改易されて浪人の危機を迎えますが、家名存続を許されたことで鶴見家も幕末まで続いたようです。一方鶴見さんの母方の先祖ですが、江戸時代には二千石をはむ大臣旗本でした。さらに代を遡れば、三河岡崎五万石を領した本田康重まで行き着くそうです。本田家にはいくつかの家系があるのですが、その中でも康重は松平氏、徳川氏に仕えた最古さんでした。さて康重の孫にあたる本田忠利の頃、その七男にあたる利明が江戸へ移り住んで旗本になったそうです。将軍徳川家綱の小姓を務めるなど重用され、後に京都奉行として抜擢された子孫もいたとか。コメディアン志村健。日本を代表するコメディアンといえば、令和2年2020年に惜しまれながら亡くなった志村健さんを思い浮かべる方も多いのでは。1970年代から子供のハートをつかみ、常に国民を笑顔にさせてきた実績は素晴らしいの一言です。そんな志村さんのご先祖は、あの武田四天王山形正景に仕えた志村貞光だったとされています。天下に知られた赤備えの一員として陣に加わり、常に正景の下で勇敢に戦っていたとか。一説には旗本衆として鉄砲隊を率いていたという説もあるそうです。しかし信玄没後、武田家は着実に滅亡への道を歩んでいきました。運命の長篠の戦いでは、正景と共に敵陣へ果敢に突き進むものの、圧倒的な射撃によって阻まれてしまいます。さらに正景が蜂の巣になって討ち死にすると、貞光は主君の首を敵に渡すまいと追撃を振り切りながら持ち帰りました。その様子は長篠合戦図屏風にも克明に描かれていますね。天正10年1582年に武田家が滅亡すると、本田正信の取りなしで徳川氏に仕えました。後に旗本として八王子千人同心を束ねる存在として重用されたようです。歌手松田聖子。昭和、平成、令和を駆け抜けた歌姫こと松田聖子さんですが、現在でも衰えない人気には驚くばかりです。そんな彼女の歌声に癒された方もきっと多いはず。そんな彼女のご先祖は、九州の戦国大名、大友宗麟に仕えた鎌地宗康という武将です。しかし、鎌地家は悲運に見舞われた家でした。天正6年、1578年、大友宗麟は南九州の雄、島津氏と決着をつけるべく日向へ南下。耳川において激突します。
宗康もまた父や兄と共に出陣しますが、ここで島津軍の巧みな戦術に引っかかってしまうのです。味方が敗走する中、宗康らは何度も島津の陣へ突撃、ついに父もろとも討ち取られてしまいました。また残された兄重波は大友氏から離反し、龍造寺氏へ忠誠を誓うのですが、新たな主君となった龍造寺高信は猜疑心が強い男でした。謀反を疑われた重波は騙し討ちに遭い、あえなく殺害されてしまうのです。さらに亡き宗康の子重貞は塩塚城を守っていたのですが、龍造寺の軍勢によって挟み撃ちにあって自害を遂げてしまいます。こうして鎌地家は滅亡しましたが、宗康の次男だけが生き残っていました。彼は出家して王与と号し、一族の菩提を弔ったといいます。後に柳川藩の藩祖となった立花宗茂に仕えるようになり、鎌地家の再興を成し遂げた王与は柳川藩の家老閣となりました。その後も鎌地家は柳川藩士として続いたそうです。俳優赤井秀和、かつて何話のロッキーと呼ばれ、プロボクサーとして活躍、そして引退後は俳優として高い人気を誇るのが赤井秀和さんです。よくご先祖は丹波の赤鬼として知られた赤井直政だと噂されるのですが、よく調べてみると違うようなのです。確かに赤井氏で間違いありませんが、実際は直政の弟の系統だとされています。少し具体的に説明しますね。赤井氏は中世の丹波、現在の兵庫県北東部で勢力を持った豪族ですが、室町時代には京都の政治に影響を及ぼすほどの存在でした。時の権力者の味方をしたり、あるいは逆に反抗したりなど、一時は没落の浮き目に遭うこともありましたが、着実に勢力を伸ばしていたようです。さて、赤井時家が当主だった時代、畿内は荒れに荒れていました。幕府官吏細川晴元が三好長慶によって追放されると、時家は晴元を丹波でかくまうことになります。もちろん三好氏と対立するのですが、ここで長慶はとっておきの人物を丹波へ派遣しました。これが松永長頼という武将で、長慶がお気に入りだった松永久秀の弟です。長頼は丹波守護代内藤氏の名跡を継ぐと、周辺の丹波国衆たちを味方に引き入れつつ勢力を拡大、次第に時家を追い詰めるようになります。ついに居城の黒井城も奪われてしまい、播磨の三木へ逃亡を余儀なくされたとか。しかし時家もただでは転びません。やがて丹波へ戻ると味方を糾合して反撃に移り、長頼を破って討ち死にさせました。再び丹波の氷上軍斑鳩軍は赤井氏の手に戻ったのです。その後時家は隠居して孫の忠家が後を継ぎますが、これを補佐したのが時家の次男赤井直政です。また三男には赤井幸家がいて、この幸家こそ赤井秀和さんのご先祖となります。しかし赤井一族にとって強敵が現れました。それが織田信長の武将明智光秀です。丹波の赤鬼こと直政の奮闘で幾度も撃退しますが、直政が急死すると残された一族は光秀による攻撃の矢面に立たされました。それでも幸家は当主忠家を支えつつ黒井城を守り抜いたといいます。天正7年1579年、ついに黒井城が落城。しかし赤井一族はしたたかでした。忠家は城を落ちて遠江へ逃れ、幸家も直政の子直義を守りつつ逃げ延びました。そして諦めることなく家の再興を目指し、後に直義は伊賀藤堂家の重臣に、幸家は
幕府旗本として存続したそうです。女優仁科明子。仁科明子といえば、若い頃はお嬢様女優として人気を集め、後に俳優松方弘樹さんと結婚したことで有名です。大腸がんによる闘病の後、現在でも映画やドラマに出演されています。ちなみに彼女は、武田信玄がご先祖ですと公言していたそうですが、果たして本当なのでしょうか。さて、武田信玄は自分の息子たちを次々に養子として送り込んでいました。有力な勢力を継がせることで武田に取り込もうとしていたわけですね。嫡男の慶喜は武田を継がせるとして、次男信親は雲野氏へ、四男の勝頼は諏訪氏の名跡をそれぞれ継いでいます。そして五男の森信ですが、彼は信濃の名族仁科氏の跡継ぎとなりました。ここでようやく仁科姓が一致しましたね。そう、彼女ご本人がおっしゃる通り、武田信玄の子孫で間違いなさそうです。戦国時代の仁科氏ですが、当初は武田氏に反発する勢力でした。まるでハイエナのように信濃を奪い取っていく信玄に抵抗していたのです。当時はまだ信濃守護の家柄を持つ小笠原長時が健在だったため、仁科氏はその与力として加わっていました。ところが、塩尻峠の戦いで長時が敗れると、もはや抵抗する術はありません。仁科氏は武田に降伏し、その帰化となりました。当主仁科盛政は信玄に従って各地を転戦するも、その家臣たちは納得することができません。密かに上杉謙信と連絡を取り、反乱の機会を伺っていたのです。ところが、反乱の動きが未然に発覚してしまいます。盛政は甲府へ連行されて自害させられ、仁科氏は実質的に滅亡を遂げました。しかし、仁科の名跡は信濃において大きなブランドです。信玄はあえて五男に後を継がせ、仁科盛信と名乗らせました。その後、信玄が亡くなって勝頼が後を継ぎ、盛信は高遠城主となっています。兄を補佐しつつ本家を支えるのですが、武田の集落はもはや目に見えていました。そして天正10年、1582年、織田信忠による高遠城攻めが始まります。盛信は城兵を指揮して織田勢を迎え撃ち、大きな損害を与えるなど奮闘しました。しかし、収穫適せず、ついに盛信らは防戦虚しく自害に及び、高遠城は落ちてしまうのです。しかし、盛信の嫡男信元は、叔母の松姫に連れられて城を脱出していました。そして、八王子まで逃げ延びると、そこで健やかに成長を遂げたといいます。後に徳川家康に対面して家名存続を許され、幕府旗本に列したとか。やがて幕末を迎え、仁科明子さんへとつながっていくのです。歌手、バラエティタレント、村上信五。アイドルグループ、関ジャニ∞のメンバーとして、またバラエティタレントとして人気の高い村上信五さんですが、彼のご先祖もまた戦国武将だったようです。それも戦国時代の瀬戸内海を牛耳った村上水軍の末裔だというのですから驚きです。確かに名字も村上ですし、広島県福山市にルーツを持つそうですから、そんな気はしてきますよね。ご本人も小学生の時、俺の先祖は海賊やとクラスメートに話したそうです。すると教室の中でお弁当がなくなった時、真っ先に疑われたとか。また船舶免許も取るほどですから、やはりご先祖の血は争えないところでしょうか。とはいえ、村上水軍は能島、因島、来島の3家に分かれていて、実際の
どの村上市だったのかはわかりません。ちなみに、因島が最も福山に近いため、もしかすると因島村上氏のご子孫ということも考えられます。ただ、関ヶ原の戦い以降、村上氏が仕えていた毛利氏が長門へ移ったことで、村上一族も因島を離れることになりました。また、因島を捨てる決意ができなくて居残った者もいたことでしょう。もしかすると、村上信吾さんのご先祖は故郷を捨てることを良しとしなかったのかもしれませんね。お笑い芸人ユッティ。最近はあまりテレビで見かけませんが、ユッティさんというお笑い芸人がいますよね。本名を東堂雄太とおっしゃるのですが、やはりご先祖は戦国武将らしいのです。東堂と名のつく武将はおそらく一人しかいません。もちろん信長、秀吉、家康に仕え伊賀藩の藩祖となった東堂高虎ですね。高虎は築城の名人とされ、現在でも伊賀上野城、宇和島城、今治城などでその姿を眺めることができます。さて、東堂高虎は文家を数多く残したことでも有名で、東堂仁右衛門家、東堂出雲家、東堂匠家などが知られています。ただし、ユッティさんがどの家系に属するのかまでは不明です。現在の直系子孫である東堂高政さんですら、師範の系統だとされており、詳しくわかっていません。とはいえ、ユッティさんが高虎の血統を継いでいる可能性は否定できません。いずれ、著名人の家族の歴史を徹底取材する某番組にご出演いただき、家系を遡っていただきたいところですね。